なんか最初がすごい距離が近すぎたから、うん、今もすごい距離遠く感じるんですよね。そっかそっか。なんかそう、もう近いのかもしれないけど遠く感じるから、うん、なんか同期ってなんだかんだ言ってやっぱ唯一の同じ仲間だと思うんですよ。うん、同じ時期にデビューしたからこそ悩んでる悩みが同じだったり、そうね、うん、よりギュッと仲がいいみたいな。そう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 、うん、そうだね。なんかその関係は絶対に崩したくないから、うん、なんかこれからも本当よろしくねっていう気持ちです。いい。出てな。なんかそれぞれでね。え、いやー、アキロゼはまあ1期生なんだけど、なんか最初の時って本当にもうみんな手探りっていうか、あーそっか、そうですよね。なんかもうあの時って本当ホロライブが始まって、そのなんかちょっと間もない頃っていうのもあって、だからもうホロライブ自体も本当にもう実態あるのかないのかみたいなぐらいふわふわしてて、ね、なんか特に何もマネージャーさんとかもいないし、こう言われることもないし、何ももう一層こう全然連絡取らないぐらいな、あれ存在してたのかなぐらいなぐらいね、やっぱ関係性が薄かったりとか、ね、なんか方針っていうのも特に定められてないみたいな感じだったし、みんなでこうそうやっていこうねっていう風に密でやっていきましょうみたいなね、空気感じゃ全くなかったんだよね。とにかくまあ配信 VTuber として頑張ってね以上みたいなところだけだったりとかしたから、そんな大変ですね本当に、何も手探りなんだ、何もない状態、うんうん、そうそうそうっていうのもあって、やっぱみんな環境も全然違う子が多かったりとかしたから、こう1期生だよねってガッて固まって何かやるっていうことが一つももうほぼなかったんだよね。そうそうそう、で多分3期生ぐらいからはそれをね、魚に飲みてえと思ったんだよ。ちょっとガンガン飲んでる今。いや、いいんだよ、それが、これだ。聞きたい、聞きたい。めちゃめちゃ、すいません、すいません。ちょっと気になりすぎて。そう、で、3期生ぐらいから、こう、何期生みたいな、こう、つながりを大事にして、こう、一緒に頑張っていくみたいな、そういう方針になっていったんだけど、1期生、2期生は、わりかしその辺が、ないというか、機会もなかったし、っていう感じだったかな。逆に今のってもしてきた無理。なんかね、3期生、ね、うん、そう4期生、5期生とかのその絆とか一緒にやってく、デビューして一緒にやってくみたいなの見ると、すごい、あ、ここまで大きくなってって、すごい頑張ってていいなってこう、あったかい気持ちになると同時に、ちょっと、まあいいなってこう、羨ましく、その絆にね、そう思う時がやっぱりあるかなっていうのも。なるほど。そうそうそう。いや、なんかいろいろ響くね。あき先輩たちがいたからラミーがいるんですよ。そうだよ、団長がいるんですよ。本当に。マジでそれは思うな、本当に。なんか、そのやっぱり一期生とか、そういう、まあなんか本当にホロライブが出始めて、まあ、空先輩がこう出てばーって、ゼロ期生、一期生って出てきて、やっぱ、な、感慨深いです。今その話を聞けたことが、団長とかラミちゃんとかね、リスナーさんとかみんなもう、もうあーって胸がいっぱいっすよ、ほんとに。大きくなったなって、やっぱホロライブがね、いろんな多くの人にね、どんどんこう愛されるようになって、みんながね、配信とかいろんな活動頑張ってるかな、ここまで愛されるように、ね、なってるから、すごい嬉しい。先輩たちも頑張ってるんだよ。なんで素晴らしいんだ。マジでありがたいな、本当にもう心の底から尊敬だよ。はい、今なんか1期生、3期生、5期生とか、まあ1期生飛ばしでいるわけじゃないですか。ああ、そうだね。あ、そうですね。でもやっぱり、やっぱ1期生の存在、まあ0期生もそうですよ。そうだね。そう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 。存在の大きさはね、もうそんな言葉で言い尽くせないですよ。言い尽くせないよ。もうそれは常に思うね。もう常にですよ。感謝感謝。なんかほんとなんか0期生とか1期生とか2期生がこう、この土台を、ホロライブの土台を作ってくれて、3期生、4期生が盛り上げてくれて、やっぱそこに5期生とか。ちょっと待って、ラミちゃん、ちょっと、ラミちゃん、マジでリスナーさんじゃない。マジマジ、これマジだよ。マジリスナーさんみたいな。
だからやっぱ、ね、5期生っていうのはやっぱり1期生から4期生の先輩方がついてくれたレールに沿って歩いてるわけですよ、まだ今は。いやいや、でも5期生もすごい見てても、なんて言うんだろう、もうしっかりしてるなって思うよね。本当にみんなキャラ立ってるし、0期生から4期生の先輩方がしっかりなんかしてるから、ほら、君たちもしっかりしなきゃなっていうもとを今いるわけですよ。いやー、もうみんなでもなんか本当に思うんだけど、ホロライブメンバー、まあ他の VTuber さんとかもそうなんだけど、いや、よくこれだけ頑張ってるなって本当にね、思うんだよね、しみじみ。ね、もうホロライブが好きだからですよ。もう大好きだからっす、ホロライブ。本当にもうなんか、男女ホロライブに入ってからが人生の一番楽しいまであるからな。わかる。もう人生で一番楽しいよ。素晴らしい。わかる。いや、今ね、最高な日々をね、送らせてもらって、うん、のね、うん、ホロライブのおかげと、みんなのね、おかげなんだけど、うん、そう、1期生で言うと、アキロゼのなんか生誕祭ね、この間1ヶ月遅れでやらせてもらったんだけど、その前回の誕生日の時と、うん、今回、まあ、ちょっとハートちゃん来れなくなっちゃったんだけど、そのぐらいしか1期生で揃えられてないんだよね、実は。そう、コラボとかっていうとなくて、でもキロジェはやっぱみんなこのあのね、ラミントの5期生とか、ロエちゃんの3期生とか、まあ、4期生とかもそうだし、何期生っていうのでもっと一緒にできることとかも、これからね、増えてったらもう楽しいのかなって。なるほど。そう思って、かまーん。そんなのやりたいっす、ね、いや、見たいっす、見たいっす。うん、そう、で、声をね、かけたりとかしてるんだけど、今いい話してるでしょうが。よろしくお願いします。